丸亀ブルーライター G3 オールレディース創刊30周年幕張杯、丸亀の年度末を飾るレディース戦もいよいよ大詰め。華やかに先頭でゴールするのは誰でしょうか。水面上第12レース優勝戦、1号艇三浦恵里、2号艇弘中千歳、3号艇森谷美穂、4号艇山川美幸、5号艇清野翔子、6号艇藤原夏樹、以上6名の対戦です。本番もどうやら枠番通りの進入となっていきそう。インコースからは1号艇三浦恵里です。節一の足と言っていいでしょう。パワフルな走りとテクニックを存分に発揮、インから王道部位となるか1号艇三浦。2コースには2号艇弘中千歳、前走の筒に続いての連続優勝を狙います2号艇弘中。センター3コースから3号艇森谷美穂、こちらも2場所連続 V へ。そして去年6月に制したビーナスシリーズに続き丸亀連覇に挑みます。ここまでがスロー。引っ張って角の4コースには4号艇山川美幸、地元勢唯一のファイナル進出、およそ5年2ヶ月ぶりの頂点をつかみます。外の2人はこれが丸亀初優勝となります。5コースに5号艇清野翔子、そして最アウト6コースはチルとプラスにしての勝負、6号艇藤原夏樹。定番通り3対3となりました。第12レース優勝戦、インコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。インコーストップタイミングか、1号艇三浦、6コース6号艇藤原の好スタート。しかし先手はインから1号艇三浦、刺す2号艇弘中、まくる3号艇森谷に、内側から5号艇4号艇差し込んでいきますが、先頭踏ん張っているのは1号艇三浦。しかしすぐ後ろから追走は2号艇弘中、3番手内側から接近は4号艇山川となっています。なお12レース優勝戦、スタートは正常です。1周にマーク1号艇三浦に、内側から迫ってくるのは4号艇山川、プレッシャー。しかしかわした1号艇三浦がホームに帰って先頭後手心リードを取っています。2番手ですが外優勢2号艇弘中、3番手は3号艇4号艇並走状態となっています。レースは2周目1マークの攻防です。先頭独走態勢となっています。1号艇三浦、2番手内側から6号艇藤原が旋回、進んでいった2号艇弘中、それについたのは3号艇森谷となっています。バックに入って2番手2号艇弘中、そして3番手は3号艇森谷、単独となっています。上位3艇は1番2番3番の態勢、レースは2周2マークへと移ります。先頭は1号艇三浦、2番手2号艇弘中に内側つこうと3号艇森谷ですが、少し6号艇4号艇が目に入った。2番手リードを取った2号艇弘中、3番手に3号艇森谷となっています。1番2番3番の体勢でレースは最終周回に入っています。インコースからコンマ11、トップタイミングのスタートでした。先頭は1号艇三浦恵里、2番手からは2号艇弘中千歳、3番手には3号艇森谷美穂となっています。上位体系は1番2番3番の体勢となっています。予選そして一般も含めてオール2連体での見事な V ということになりそう。ラストコーナーです。今年初めて、丸亀も初めて、通算では40回目の優勝は目前。先頭1号艇三浦、2番手2号艇弘中、3番手に3号艇森谷となっています。まもなくゴール、先頭1番三浦優勝の五輪、2着2番弘中、3着3番森谷五輪、4番6番5番と五輪です。第12レース優勝戦の着順確定をお知らせいたします。1着1番、2着2番、3着3番、以上でございます。ファンの皆様にお知らせいたします。丸亀ブルーナイターG3 オールレディース創刊30周年幕張杯、見事に制しました三浦恵里選手、現在ウィニングランを行っております。どうぞ温かい祝福よろしくお願いいたします。進入は枠なりの3対3となりました優勝戦。その中でインからコンマ11、トップスタートしっかり押し切っての優勝ということになりました。節間通しても2連対オール2連対、そして1着も量産、この優勝戦の白星も合わせまして節間通して7勝、無類の強さを発揮しました。優勝今年初めて、丸亀も初めて、通算では節目となります40回目の V です。そして次走は4月1日から多摩川での G3 オールレディース、そちらに臨みます。ぜひそちらでの活躍もご期待ください。優勝しました三浦選手、おめでとうございました。